私、ハイチ、先週の動画、短く済ませると言っておきながらですね、テンションが上がりすぎて、いっぱい喋ってしまい、結局長い、ね、そこそこ長い動画になってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。すいませんでした。今週は3連休最終日ということでね、皆さんもお忙しいかと思いますので、ちょっとね、人生が幸せになるであろう方法をサクッとお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは今週もよろしくお願いします。改めましてどうも、ハイチです。今週は勉強と全く関係ないですね、幸せというトピックで少し話をしていきたいと思います。皆さんは今幸せですかって聞かれた時に、縦にうなずける方もいれば、でちょっと迷ってしまう方もいるかと思うんですね。しかもこの動画を見た時のタイミングによって答えも変わってくると思うんです。それぐらい幸せって別に安定的なものではないと思うんです。でも生きていく限り、できれば安定してちょっと幸せゾーンに入れたらさ、いいじゃないですか。で、私も結構浮き沈みが激しいので、幸せだなって思う時と、もう辛いっていう時が結構波があるんですけども、それが幸せだなとか、これでいいよなってちょっとポジティブな気持ちで生活ができるようにちょっと工夫をしてるんですね。その工夫を今回お伝えしようと思いますので、ぜひ聞いてみてください。一つ目のポイントは、ハードルを下げるです。皆さんはどういった時に幸せを感じますか？これは人それぞれね、答えは違うと思うんですけど、私はですね、その幸せを感じるっていう部分のハードルを下げるように昔からかなり意識するようにしています。例えば宝くじが当たったとか、恋人ができたとかもそうかな。こういうのってすごく大きな幸せですよね。できれば人生で起こってほしい、宝くじにね、当たってほしいとは思いますけど、でもここを幸せの基準にしてしまうと、他のものが幸せに感じることができなくなってしまうんですよね。てかそもそもこの幸せ起きないし、かなりレアリティが高いので、そういった意味で幸せの基準、小さなこと、例えば私だったら、もう本当に綺麗な、私は空が好きなんで、今日の青空やべえなって、それだけでも幸せを感じるんですよ。これを聞いてて、はぁって思う方いるかもしれないですよ。私最初はそうでした。そうだったんですけど、でも、こういうちっちゃなことって幸せだよなって、っていう風に思うようにしてると、思考がそうなっていくんですよ。徐々にね。大きな幸せってなかなか起きないけど、でも意外と生きてると、小さな幸せはね、起きてるんですよ。気づける。で、そうなっていくと、俺の人生悪くないかもなって思えるタイミングが増えていくんですよね。なので、もしね、皆さんもこれ聞いてちょっと参考にしてみようかなって思う方は、自分の中で幸せのハードルを下げてみるっていう感覚をぜひ持ってみてください。そして2つ目は、楽しみとかご褒美を複数設定しておくです。この動画は9月18日に今投稿してるんですけれども、例えば皆さん9月の末にさ、週末にめちゃくちゃ楽しいイベントがあるとするじゃないですか、予定がね。じゃあ好きなね、推しのライブに行けるとか、じゃあディズニー好きな方だったらディズニーランドに行く予定があるとか、もうそういうさ、すっごい大きな楽しみが先にあると、そこまで頑張ろうって思うことができますよね。で、この感覚はすごく正しいと思うんですけど、大きな楽しいイベントを1個設定しておいて、そこを過ぎた後、皆さんどうなります？これは人にもよると思うんですけど、私はですね、ものすごい虚無感、楽しみにしてた分終わってしまった後の反動がすごくでかいタイプなんですよね。だからもちろん大きな楽しみをたくさん設定するってできたらいいんですけど、なかなか難しい。特に学生のうちってさ、お金かかること設定しにくいからね。だから小さな楽しみ、例えば私だったら、仕事ね、してた時、塾講師だって営業マンしてた時とかは、こう仕事頑張った、その日は俺甘いものが好きなんで、コンビニのね、ちょっと高い、200円とかのスイーツをもう買っていいって決めてたんですよ。それちっちゃいじゃないですか。でも私にとっては、その例えばね、プリンとかさ、アイスとか食べてる時間が幸せな時間なんです。なので、そういった小さな楽しみっていうのをたくさん設定してあげる。これはさっきのさ、幸せのハードルを下げるもそうで、ご褒美のハードルも下げておく。このね、例えばプリンごときでさ、私は楽しみにならないよって方もいるかもしんない。でも自分の心持ちでさ、このちっちゃなことでも、でもそれがあるから頑張ろうって、いや、プリン1個でさ、その日の仕事頑張れるぜ。俺はね、頑張れるんで、みんながみんなそうではないとは思ってるんですけど、
そういった楽しみを複数設定しておく。大きな楽しみもあっていいんだよ。大きな楽しみもあってもいいんだけど、それが終わった後に反動が来る可能性が大きいので、10月11月とかにも楽しみを、ちっちゃいのでもね、ディズニーランドぐらい大きくないかもしれないけど、ちっちゃい楽しみを設定しておくようにしてください。でもしこれを親御さん、保護者の方がね、見てくださってるようであれば、やっぱり子供たちだけでは設定できないことがあります。お出かけするとかね、ご飯食べに行くとか、そういったものを月1、1ヶ月に1回とか、もちろんね、お金かかってしまうことなので強制はできないんですけども、できれば親御さんが設定できることってやっぱ楽しみなの で、それを親が勝手に決めるよりも、お子さんと相談をして、なんかさ、ちょっと楽しみ設定しようよ、頑張るからママもみたいな感じに話を持っていくとですね、一緒にご褒美を設定していて、もちろん頑張ることはお仕事だったり家事と、まあ、勉強って違うものにはなっていくんですけど、でも一個同じ共通の楽しみに向かって頑張ることができますので、ぜひ保護者の方は、まあ、頻度はね、あのご家族によって任せる、ご家庭によって任せるんですが、ご褒美を設定していく、楽しみを設定していくっていう感覚を持っていただけたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。実はですね、今回本編は別のことを話そうと思ってたんです。勉強をね、頑張ろうぜみたいな話をしようと思ってたんですよ。で、本編で話した今回の内容はこの雑談枠で話そうと思ってたんですね。でもなんで本編に持っていったかっていうと、さっきちょっと車でね、ちょっと出かけてとか走った時に、中学生がね、歩いてちょっと登校してたんですよ。で、その別に俺がいろいろ思うことではないんですけど、その中学生の何人かね、こうすれ違った子の表情がすごく暗く見えたの。俺が別に勝手に決めつけちゃいけないんだけど、でもやっぱりこう、まあ、夏休み明けてすぐの段階だから今撮ってるのはね、しんどいんだろうなって思って、で俺は、まあ、特に中高生、まあ、小中高生かに、勉強関係以外のところでできれば楽しくというかさ、自分の中で自己肯定感をこうある程度持って生活してほしいなって。勉強ができるできないとかさ、得意不得意っていうのはその子の個性じゃん。だから別に勉強じゃなくてもいいと思うんだけど、でも自分のなんか人生が少しでも楽しくなってほしいなって、あの子たちが少しでもいいからね、ちょっと笑える瞬間というか、自分の人生をこう振り返った時に楽しいなって、悪くないなって思ってほしいなっていうのをすごく感じちゃって、だから、あ、じゃあ今回この雑談枠で話そうと思ってたこの幸せの話をもうメインで話そうって、ちょっとがっつり喋らせてもらっちゃって、で結局長くなっちゃったんだけど、なのでまあ今回ね、別に幸せの感じ方なんていうのは答えはないし、ね、今回喋ったのも俺がいろいろ本読んだりとか、まあ、自分が実践してきたことをまあ伝えてるだけなので正解ではないんだけれども、でもいろんなこうやり方というか考え方がみんなの中で選択肢を持ってもらえたらさ、きっと自分で言うのもなんだけど、動画を見る前よりは幸せの種というかさ、ちっちゃい幸せを見つけるきっかけがもうゲットしやすくなってる気がするっていうか、まあ、そう願ってるだよね。で、きっとこれからも勉強関係じゃなくてそういった動画もね、たくさん届けていきたいなと思うの。みんなの人生が少しでもさ、いいものというか悪くないってね、なんか幸せまでいかなくていいんだよね、悪くないよ別に、悪くないって思えたら俺はそれでいいと思っているので、なんかそんなきっかけになったらなと思って話をさせてもらいました。はい、ということで今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひお付き合いください。では今週は4日、火水木金の4日かどうかな、まあ3連休明けでね、ちょっとなりやすい時ではありますが、また明日からね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまた、バイバイ。